In 1995, I started the recipe for Blue Moon, and we handcrafted with oats and wheat and barley malt. And we spiced it with coriander and orange peel. The net result is a beer that has a creamy mouthfeel, a smooth taste, and the flavor of orange and coriander. その時に大麦と小麦、大麦、そしてコリアンダーとオレンジピールをスパイスして加えたビールを作りました。この配合を手作りで作り上げましたが、このレシピのおかげでクリーミーな口当たりでスムーズなオレンジの香りのあるビールを作ることができました。藤原さん、このブルームーン召し上がっていただいていることと思いますが、ブルームーンの味わい、藤原さんはどのようにお思いでしょうか？そうですね、僕が初めてブルームーンを飲んだのは、確か1997年ぐらいだったと思います。それは、まあ、ボトルで飲んで、その後2009年に、僕野球も好きなんで、コロラド、デンバーとか何回か野球を見に行ったりとかしてて、で球場のところでドラフトが、まあ、飲めるわけなんですけども、それ飲みました。で、どちらも非常に、まあ、感激というか感動しました。それで今スムーズっていう言葉が出ましたけれども、非常にいい、表現っていうか、日本ではよく飲みやすいっていうふうに言うんですけれども、そうするとどうしてもライトであってちょっとウォータリーなイメージが言葉に、かかるときあるんですが、まさにそうではなくて、スムーズでかつ味わいがあるっていう非常に素晴らしいビールだと思っています。